皆さんこんにちは。今回は外出先で撮影していますので、例によって私がナレーションします。2022年の夏になり、猿はリサイクルショップへ行く機会が増えたそうです。理由はシンプルで、欲しいキャンプ動画が見つかる確率が増えたからだそうです。そこで今回は地元のリサイクルショップ4店舗を訪問した際のお散歩動画をご紹介します。このリサイクルショップの場合、過去に大型連休前後の期間でセールが開催されることがあったのですが、今回のセールは衣類限定で、残念ながらキャンプ用品については年末以外のセールはない様子でした。最初に訪れたリサイクルショップです。この店舗は建物の最上階の一番奥にびっしりキャンプ道具が並んでいますので、キャンプ道具目当てのおじさん以外はやってこないディープなエリアで、猿はこの通路で店員さん以外の女性を見たことは一度もないそうです。映っているのはバーベキュー串ですが、乱暴に束ねられてあるだけで値札すらついていませんが、こういうことも結構普通にあります。もちろん店員さんに尋ねるととても感じよく値段を調べて教えてくれるので、全く問題はありません。以前のリサイクルショップだとあくまで中古の品が並んでいたのですが、最近は新品の商品の方が増えたのも大きく変わった点だと思います。このショップの場合、モンターナやカークレーンの商品は新品ばかり並んでいて、中古を見つける方が難しいです。ただし100円ショップともホームセンターとも全く違う品揃えなので、そうした点が興味深くてやってくる回数が増えたのだと思います。この焚き火台は鹿番長の V 型スマートグリルにそっくりですし、キコグリルにそっくりのものもありました。もちろん見た目がそっくりというだけで細かい点は違っているのですが、細かい点へのこだわりがなければこれで十分に楽しめると思います。価格も本家のものと比べると3割から5割ほど安いのでびっくりします。ただし商品によってはあまり安さを感じないものもあるため、ここにあるから安いと決めつけて勘違いしてしまうと少し損してしまう場合もありそうで、こうした点はインターネットなどで相場を検索しながら購入した方が無難だと思いました。それにしてもモンターナ製品の進出が目立っています。猿もモンターナはソロ用グリルパンを愛用していますので、普段からお世話になっていますし、先日はモンターナの企画担当者さんから直接ご連絡もいただきまして、とあるご相談を受けました。オフレコなので詳しくは言えないのですが、時期が来ればまたそのうち公表します。何にせよモンターナの商品はこのリサイクルショップに行けば実物を確認した上で購入できるので、入手しやすいことは大きなメリットです。リサイクルショップのキャンプコーナーで特に大きな場所を占めているのがテント、タープ、シュラフ、チェアーです。どのリサイクルショップに行ってもこれらのアイテムは棚にぎゅうぎゅうに詰め込まれていて、人気のあるタイプのテントも探せば結構見つかることが多いです。ただしペグが1本足りなかったり、ポールの塗装は剥げていたりするので、そうしたことを気にしなければ新品で買うより格段に安く入手できます。気になる商品がある場合は店員さんに相談すれば箱から取り出して結構細かい点まで確認させてもらえるので安心ですが、そもそもどんなテントが欲しいかがわからないといったキャンプ初心者さんの場合だと、店員さんもそこまで詳しいわけではないので相談しても難しいと思います。マットやコットの類もこの3、4年間のキャンプブームで随分種類が増えました。快適なマットといえばサーマレスと一択だった昔に比べると安くて機能的なものが増えたので寝泊まりがしやすい環境になったと思います。ちなみにこの990円のジャグは足がついているので蛇口の位置が高くできるという優れものでした。発売元は100円ショップでもおなじみの武田コーポレーション製でしたが、やはり100円ショップで見る商品とも少しずつ違っているので見ていて飽きません。現在使ってるジャグが壊れたら次はこちらを購入したいと思いました。とにかくテントやシュラフ、ターブやチェアーはたくさん置いてありますが、残念ながら袋に入って平積みしてあるため中身が確認しにくいのが難点です。店舗によっては
値札の裏側に組み立てた写真が入っている場合もあるのですが、その場合でも商品の一部の場合が多いので、この点は店舗の方にもう一工夫頑張ってほしいところです。リサイクルショップにせっかくたくさんのテントやチェアーの在庫があっても、中身がわからずなかなか購入しづらいのが現状ではないかと思います。スタンレーの水筒もリサイクルショップでよく見る商品の一つです。7000円から1万円ほどする水筒が5000円ちょっとで売られていますので、定番商品を買う場合はリサイクルショップがおすすめです。シュラフやテントは新品ではなく中古がメインなのですが、やはり中身が確認しづらい問題があり、購入ハードル高めです。中古なので新品に比べると格安なのですが、寝具なのでもし汚れや臭いがあれば気になりますし、勇気を出して店員さんにお願いして中身を広げて確認する方が良いと思います。それに対してモンターナのジョイントシュラフは新品だったので、3シーズンだったらこちらの方が安心して買えそうです。あくまで暖かい季節用にはなりますが、横幅が150センチあって、ジョイント式というのは普段使いも可能な便利シュラフだと思います。キャンプコーナーではないですが、キャンプ料理でも役立ちそうなこんな魅力的なアイテムもあります。使っている木材が良質で、焼き印のログもかっこよいし、バンブー製まな板も厚みがあり、100円ショップとは少し雰囲気が違ってて魅力的でした。こちらも見た目が可愛い雫をモチーフした大きめのマグです。陶器でできてるっぽいですが、空張りもナチュラル系の豊富な展開で価格も抑えられていました。リサイクルショップに置いてある新品の製品は価格が安めなので、気楽に購入できるのも一つの魅力です。そして保冷能力に優れた真空二重構造のステンレスボトルも新品で各種タイプが揃っていました。大きな氷を入れやすいワイド口径タイプと口がすぼんだタイプがあったのですが、この店舗には見本が置いてなかったので、後で行った店舗で詳しく確認できました。同じショップの別の店舗にやってきました。同じショップでも中古の在庫は店舗によって様々なので、巡回する楽しさがあります。この店舗にもスタンレーは置いてました。大きいから使った後は手放す人が多いのかもしれません。猿もこのサイズの保冷ボトルは普段置いておく場所に困るので買いません。 0.5 リットルのフードジャーだったらアイスペールとして買うのですが、ライトにファンがついた商品のようです。どういう使い方をするのかよくわかりませんが、この価格だったらカインズで見た製品の方が使い勝手は良さそうに感じました。電池で使えるので移動は自由なのですが、そもそも猿はファンとライトをくっつける理由がわからないので、そのままスルーしたようです。中古の薪割り機のようです。メーカー名も何も書いていないので品質は期待できませんが、価格はとにかく安いです。竹を割る用途だったら問題ないでしょうが、太い広葉樹の節がある部分とかは無理っぽく感じます。金のリングクラッカーの製品と比べると価格が5分の1から10分の1程度なのがとにかく驚きです。4リットルのソフトクーラーです。保冷量は値段通りでしょうが、デザインはおしゃれで機能的に見えてとても魅力的です。普段の買い物用に買って車に置いておくと良いように感じました。こうした商品も私の場合はホームセンターや100円ショップでは見たことなかったので、リサイクルショップを訪れる楽しみとなっています。新品と中古が混ざって置いてありますので戸惑うのですが、相場を知っている人だったら安いのが中古なので価格を見ればすぐに判断できます。オーライトの強力な懐中電灯です。
3200ルーメンという驚異的な数字が目を引きます。このリサイクルショップは以前から魅力的な質と価格の鉄板が置いてありましたが、サイズ展開も増えたようです。個人的には20センチ ×15 センチのキャンド鉄板サイズが好きなので、今見ているものが大きすぎると感じましたが、小さめのものはバッチリでした。ただ鉄板は一度購入すると壊れるということがほとんどないため、意図的に断捨離しない限り新しいものを買う必要性が生じません。猿のように壊れるまで使うような古いタイプの人間の場合は、慎重に吟味して本当に欲しいものを買った方が一生使えるので良いと思います。コンパクトチェアでもミニテーブルやトライポッドのようなアウトドアアイテムでも、新品なのにキャンプ用品店に比べると半額程度の印象です。そもそもキャンプ用品の価格帯が高額だったので、一般の人が趣味にするにはハードルが高かったのだと思います。したがってこうした価格帯のキャンプ用品も選択できる時代になると、キャンプに少しだけ興味あるような方にとっては入り口のハードルが低くなって良いと思います。人によると思いますが、そもそも猿の場合はキャンプの楽しみの半分以上は自然に囲まれてゆったりと過ごすことにありますので、道具は最低限の機能と安全性が確保されてあれば問題ありません。そういった方であればリサイクルショップに置いてある製品クオリティでもうまく使えば楽しめると思います。この店舗の場合はテントやタープは値札の裏に実物の写真がありますので、とても分かりやすく助かります。時々写真がないものもあるのですが、8割ぐらいは写真付きなので、一目でテントのイメージがつかめるわけ、具体的に検討できます。ここに置いてあるテントやタープは格安テント以外は全て中古なので、セット内容や破損状況の確認が必要ではありますが、特に新品にこだわらない人にとってはとても助かるお店です。というのも大型テントやタープは自宅に置いておくと場所を取るため邪魔になることが多いのですが、ワンシーズン使った後でお店で買い取ってもらうと置き場所にも困らないからです。もっともその場合全部まとめていくらみたいなびっくりするような安い買取価格になってしまうし、自分が売ったものが後日それなりの高値で売られていたりするのが目に入ると少し残念な気持ちになりますので、この点は割り切る気持ちがとても大切です。猿も以前ファミリーキャンプをしていた頃は2ルームの大型テントにメッシュスクリーン、大型テーブルやランタン、調理用コンロなどを使っていましたが、子供たちが大きくなってからはもっぱら自由気ままなソロ中心なので、当時使っていたようなテントや調理用コンロは全て断捨離しました。そう考えると10年20年30年とキャンプ遊びを続けていくうちに、自分自身の周辺を取り巻く環境の変化によってキャンプスタイルも確実に変化していくのが普通だと思いますので、リサイクルショップを上手に活用することは長くキャンプ遊びを続ける上では結構重要なことかもしれません。今写っているように店舗によっては値札の裏に実物の写真が備わっている場合もありますので、高価なテントを安く手に入れたい方にとっては役立つと思います。特に大型のグルキャン向けテントは中古の在庫が多く、その多くがキャンプ用品専門メーカーのブランド品なので、安価な中華製に比べると強度や備品の品質も安心だし、タープやマットと合わせて検討できるのが良いと思います。反面中古なので店舗によって置いてある在庫が全く違うため、お気に入りの品を見つけるには複数の店舗を訪れて確認する手間は必要そうです。
このリサイクルショップの場合はオンラインストアでネット注文も可能なのですが、送料が1000円ほどかかるし、受け取れるのも10日後ぐらいになります。特にテントやタープの場合は、収納した時のサイズや重さ確認は手に取ってみるのが一番わかりやすいので、そうした意味では現状はまだまだ店舗で実物を確認するメリットが大きいように感じます。ここからは価格が1000円程度のクッカー類が続きます。1000円ほどで購入できる品が連続して並んでましたが、デザインがキャンプ用品メーカーのものとよく似ているため、使い勝手は良さそうに感じました。実際に使ってみないとわからないのですが、少なくともサイズや機能については使い捨てではなく、それなりに長く使えそうなものばかりに見えます。やはりリサイクルショップの新品シリーズは注目のキャンプギアだと思いました。ガラスケースに入っているのは中古ですが、比較的高価なブランド品のようです。特にどの店舗でもコールマンのランタンが多いように思います。サルも以前はコールマンのノーススターを使ってましたので、その明るさは今もピカイチだと思っています。ランタンは機能面だけではなく、デザインや独特の雰囲気が楽しめるインテリア的な要素もあるため、アンティークな品を眺めて楽しめるのはリサイクルショップならではの楽しみです。ヘリノックスのチェアもありました。スピードスツールっぽい椅子ですが、こういった少しマニアックな製品の場合は新品の1、2割引き程度なので、中古にしてはそこまでお買い得感は感じないことが多いです。ただしアマゾンだと価格が高騰してたり、予約注文のため注文前に実物は確認できない場合もあるので、ピンポイントでこれを狙っている人にとってはリサイクルショップで実物を確認した上で通常価格で購入できるのは嬉しいと思います。先ほどの店舗では見本がなくて詳しく確認できなかった真空二重構造のステンレスボトルの見本が置いてありました。新品で1000円以下という激安ボトルですが、氷を入れるワイド口径タイプと飲み物専用の小口径タイプがあるみたいです。タイプによって容量と保温能力が異なるようですが、いずれも6時間以上熱い状態や冷たい状態を保てる性能を備えているようです。保冷能力は値段なりだと思いますので、長く使うには物足りなくなると思いますが、入り口としては購入しやすい価格やノーマルなデザインが嬉しいところです。3つ目のお店にやってきました。もう新商品は同じものばかりだと思うので見るまでもないのですが、中古の商品について何が置いてあるか楽しみです。と思ったら新商品についても多少品揃えが違ってました。このタイプのホットサンドメーカーは初めて見ました。一方でステーキ、もう一方で肉まんやガーリックライスを炒めるといった焼き物が一度にできそうです。鹿番長の火起こしと火消し壺のセットです。私も音が静かな炭焚き火をよくやるので、いつか使ってみたいと思います。一番下の棚には大抵ぽちゃっといろんなものが雑多に入っています。意外とここに掘り出し物がある場合が多いので、一応チェックしています。このお店もコットやコンパクトチェアは新品が多く、まるでキャンプ用品店ですが、あくまでベーシックなタイプの椅子ばかりなので低価格なのですが、座面の高さや座った時の角度など椅子は特にいろいろ試してから買えるキャンプ用品店に分がありそうです。一番下の段にはいろいろなサイズの鉄板がありました。100円ショップにも置いてありそうな価格ですが、今のところリサイクルショップでしか扱っていないようです。一番下の段にはいろんな中古の商品が混ざってますので要チェックです。シェラカップもノーマルなタイプと折りたたみ式の両方が置いてありました。
価格の割に頑丈そうで、メモリもついているので、問題なく使えそうですが、100円ショップでは扱っていない商品でした。価格の割に、丈夫そうで、キャンプでも十分に使えると思います。ここまでの3つは、すべて同じ名前のショップの異なる店舗でしたが、ここからは、別のリサイクルショップの様子です。中古商品の在庫については、お店のある場所の周辺の住宅環境によって、品揃えが変わる傾向を感じます。というのも、近くにどんな人が多く住んでいるかによって、持ち込まれるキャンプ用品の傾向が変わるのではないかと思うからです。このお店の場合は、比較的高価なキャンプ用品の中古が多いので、高価なアイテムを好む人が、近所に多く住んでいるのではないかと思います。ソロストーブのクッカーや、本家キコグリルなど、キャンプ用品専門店でも、品薄で、あまり見かけませんので、結構貴重な品です。ただし価格は、中古とは思えないくらい、高価です。このように、同じリサイクルショップでも、在庫の価格帯が明らかに違っている方が巡回していて飽きないので、楽しめます。元の価格が高価な品は、中古の方が、使い込まれた味わいがあったり、廃盤で入手困難だったりで、むしろ高くなるケースも稀にあるようです。リサイクルショップとはいえ、キャンプ場のガイド本まで置いてある店舗レイアウトは驚きです。そして、このリサイクルショップは、何と言っても、コールマンのノススターランタンが多くて驚きます。キャンプ用品専門店でも、かなわないほど、コールマンのランタンが多く飾られています。コールマンランタンが好きな方にとっては、夢のような場所だと思います。限定販売されているような赤色ランタンを、常時、在庫がありますから、眺めているだけでうっとりします。猿が好きなノーススターの交換パーツもたくさんあるので、ノーススター好きにはたまらないお店です。そして、この日は、ノーススターのミニチュアランタンを見つけました。以前から探していた一品なので、瞬間的に、捕獲してレジに行き、電池を借りて、動作確認しました。この、ミニチュアノーススターは、LED のランタンですが、3段階の、調光機能があり、ノーススターユーザーにとっては、かなりリアルな燃焼模様を実現してくれる品なのです。残念ながら、現在は廃盤ですが、ここで出会えるとは、夢にも思っていませんでした。それでは、実際に、点灯した様子をご覧ください。ノーススターユーザーにとっては、本物と見まがうような、光だと思います。Thank you.